今だと8が出たときに当たって、まあ、結果 99% 8ですとかですね、7ですと、70% ぐらいの確率で7ですというような形で表示されるようになっています。でここの、うちの結果が出るんですけども、この下のところがまだ迷ってました。スポンスでキャプチャーしてから推論が終わるまでの時間になります。で、まあ、基本的にはまあ CPU だけで動かしていて、まあ、GPU は使ってないんですけれども、まあ、大体10ミリセックぐらいで、まあ、この R か H だと、まあ、それぐらいのレスポンスで動いています。 CPU のコア数を減らせませんか？ちょっと今 SSH かなんか叩き叩きしない？ああ、ちょっとパソコン持ってきてないのですよね。はい、という形で、まあ、あの触る自由に触って構わないので、はい、